はい、皆さんこんにちは、鉄 J です。どうも。最近ちょっといろいろ時間があるので、動画をアップしたりとかしてるわけなんですが、ちょっと思い立って、今日からちょっとこう自分が、よく知ってる人とか、なんか今までいろいろ僕の演奏の歴史に関わってきた人とか、そういう人をちょっとこう紹介したいなと思っていて、今日第1回目ということで、こちらの方にゲストに来ていただいております。どうぞお越しください。はい、パーカッション奏者のはじめさん、はい、小林はじめです。はい、小林はじめでございます。どうもどうもどうも、どうもどうも、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。どうも、なんかちょこちょこはね、なんかなんか実は裏で会ったりとかしてたんですけど、こうやってちょっと表でこう皆さんでが見てる中でこうねやるのは久しぶりですよね。ね、久しぶりですね。はい、ねえ、いろいろはじめさんとは昔から活動をして、はい、まあちょっと知らない方のためにお話しすると、パーカッション奏者で、僕はもう2002年かだったかな、最初2003年とか、なんかそのぐらいの時にオーストラリアのイベントで、まあその日本とオーストラリアのなんかをフォーカスしたいっていう観光局のあのイベントでね、そうそれでこう呼び集められて、でたまたまそこで出会って、うん、でそれがあの和合というバンドのきっかけになって、はい、で2006年にその和合という名前で活動して、うん、でその後、メンバーがちょっと入れ替わりプロジェクト和合という名前で活動し、うん、映画ザトウイチザラストのね曲をやったりとかね、やったりね、作りましたよね、しましたよね。いろんな思い出がありますね。はい、でまあそのプロジェクトワゴンの時とか結構ツアーとかもね、あちこち行きまして楽しかった。はい、あの屋久島に行ったりとか九州ツアーしたり、大阪、もちろん大阪、名古屋、いろいろなところ行きましたね。仙台も行きましたし、はい。いやー楽しかった、今思うとね。え、本当によく時間あったなぐらい。本当だよね。すごい、本当だよね。いやー、もうあのその時にちょうど僕が乗ってた、ステップワゴン、はい、あのを、まあ、中古のステップワゴン譲ってもらってて、でそれにみんなで乗ってね、そうあちこち行きましたよね。行きました。あの狭い中、はい、こんなところにコンガが乗るのかっていうぐらいのぎゅうぎゅう詰めでね、ぎゅうぎゅう詰めでもう上のところにもうディジは刺さってる、ベースは刺さってるわみたいな感じで、 そんな車で移動してね。でも、はい、あのね、各地こうそれぞれ行くところのね、うん、ファンの方とか、はい、いろんな人たちに会っていろんな人たちに世話になってね。ね、本当そうですよね。まあちっちゃいところから大きいところまでいろいろやらせていただいて。そうですね、はい、もう僕たちを招待してくれたそういうイベントとかね、うん、そういうところの人たち、ね、あのスタッフたちがみんなね、はい、世話してくれて、うん、もうね、はじめさんと会うたびにね、はじめさんはね、もう本当その時は楽しかった楽しかったっていう話ばっかりですよね。ね、で、あの船でオーストラリアに行ったのもね、2回ぐらい行きましたけど、最高だったね。オーストラリア着いてからもうそのすごい良かったっつって、もうそれもね、はい、大騒ぎしてね、楽しかったですよね、うん、あの時もね。あとね、言葉通じなくても、まああの鉄 J はね、英語ペラペラだからだけど、うん、いやいやいや、言葉通じなくても、あのなんだっけ、あそこはとシドニーのサーキュラーキー、はいはいはい、ね、あのまあ港なの、あれは、まあそうですね、うん、はい、船着き場、あそこの海沿いにね、こうあの路上でやるアーティスト、うん、パフォーマーが結構いて、はい、ストリートでね、そこにあの言葉通じないけどジャンベが置いたとか勝手に飛び入りで叩いたりとかそう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 して、うん、最初はね、あのアボリジンの方がもう「ああノノノノノ」だけど僕が叩いてるの聞いてるし、だんだん「そうそうそうどうぞどうぞ」ってまあそういうところはね、やっぱりオーストラリアならではですよね、うん、で言葉いらずでね仲良くなれたしね、うん、その後の自分たちのライブにあのセッションに入らないかとかね、そう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 ね、あそこのキングスクロスでもね、ライブワゴンの時ですけどやらせていただいたり、ね、やりましたね、うん、あとフリーマントルパースでね、ああ、あのディジュリドゥブレスで、その後2回目に行った時はね、ライブをやったり、あれも楽しかったですよね。ね、まあ2回も行ったんだね、面白いよね、本当に、はい、まあそんなプロジェクトワゴンの活動をずっとやってて、でそれで、まあ
前後するけど、ザトウイチ、ザラストの話が来て、映画のね、はい、最初ね、そう、最初はあの V シネかと思ってね、そうそうそう、軽く引き受けちゃって、そう、映画音楽のなんか興味ありますっていう電話かかってきて、あ、まあもちろん興味ありますよって話、じゃあ一度会いましょうって言って、まあなんかアルバムの曲1曲ぐらいなんか貸してくれっていう話なのかなと思ったら、台本パサって出されてね、それで僕が先にね行ってて、そう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 、で、はじめさん遅れてきたんですけど、なんか名前見たら香取慎吾主演とかね、そう書いてあって、僕はって思って、そう、僕ね、遅れてきてそうとは知らずだけど、上野さんがあの、マジな顔してV シネじゃない、V シネじゃないって言って、はっつって、そうそう、そしたらプロデューサーの方が、うん、一応あの、メジャーなちょっとした映画なんですね、今はあの多くは語れないんですけどっつってねそうそうそう、うん、そう、それでそれがちょうどね、船乗る前だったんだよね、あ、そうだっけ、そう、2回目なんです、それで船の中でどういう風にしようか、愛しようかって話して、で、あの勝新太郎のザトウイチのビデオとかがあって見たりしたじゃないですか、いっぱい借りてきてね、そう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 、で、僕はその乗る前にその坂本慎二監督の作品をいくつか DVD で持って行って、うん、で、みんなでそれを見て、あ、千監督こういうのがあれなんだなみたいな話をしてたんで ね、覚えてますけどね、結構あの、なんだろう、あの監督の作品はね、はい、渋い、渋いね、渋い作品ばかりで、日本映画って感じのね、俺たちはうまくかなと思ったよ ね、でもあの後々あの監督とお話するとね、うん、あのやっぱ時代劇っていうか、その侍とか、うん、その刀で人を切る時代に、うん、ピアノの音とか、うん、エレキギターの音とか、うん、あとオーケストラのストリングスとかっていうのはもう絶対自分の中ではありえないっていう、うん、そこで本当に原始的な音楽ないかなって探してたと、うん、ね、それをタワーレコードで僕たちのアルバムを1枚たまたまね、たまたまね、たまたま撮って、それを買って帰って聞いたら、うん、何このブイ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 言ってる音としかも太鼓だけね、みたいな、本当に練習もない、そう、これだっつうことでお声がかかったのね、うん、後から聞きましたよね、ホームページ見たらね、なんかサングラスした怪しい人が吹いてたから一瞬ちょっとたじろいだらしいですけどね、あ、怖いですねまあでも、うん、まあ、そんな経験もさせてもらいつつ、で、その後まあちょっとプロジェクトワゴーの演奏をちょっとお休みさせていただいて、まあそれでもちょっとはじめさんと何かやりたいねなんていう話してて、で、2017年だからもう3年近く前なんですけども、じゃあちょっとはじめさんとはじめさんのお弟子さんのユッキーと3人で、はいはい、なんかやろうっていうことで、ワゴーズオリジネーションという、まあ、ユニットをちょっとね、ちょっと原点に帰ってね、はい、ね、やらせていただいて、まあその時に何箇所、もうほんと3箇所4箇所ぐらいでしかライブやってないんですけど、その、世界一というイベントが埼玉スーパーアリーナの欅広場であったんですけど、その時の映像があるのでここでちょっとご覧いただきましょう、どうぞどうぞ叩いてるの見てると、うん、あ、さっきの、うん、ユッキーと息ぴったりだしね、あれ気持ちいいね、手がもう一緒になって、そうそうそう、シンクロしてるのかね、うん、またね、なんかやりたいですよね、やりたいな、ね、
ユッキも筋トレしてまた戻してもらってかっこいいよね、あの体ね、うん、かっこいい、太鼓叩く女性って感じだね。そう、だからね、まあその活動もぜひやりたいと思うし、うん、まあね、うまくいけばまたプロジェクトワーゴーとかもね、やりたいなと思ってるんですけど ね、 ね、はい、もう、なんだろうな、いろんな経験して僕らも熟しきってるからね、うん、熟しきりましたね、もうね、だからもう、これからはな、あの、うん、なんだろう、楽しみながら、うん、もっともっと面白いことでいいんじゃないかなって。そうだね、だからそれがね、まあ、できるだけ早くまたそういう日が来るようにね、うん、願いつつ、一部の方がね、あの、うん、また見たいって、ぜひやってほしいっていう、ね、そういうあの声もね、皆さん見たいですか？見たいでしょ、見たいでしょ、ね、うん、お便りちょうだい、お便りちょうだい本当、あの直接はじめさんでも僕でも、はい、メールでもメッセージでも入れていただいたら、はい、あのぜひ、じゃあまたやってみようかっていうことになると思うので、はい、あのまあ皆さん、はい、ちょっとね、あの待っていていただいて、お気軽にね、お声かけて、あの、そうそうそう、呼んでいただければ、はい、日本中どこでもね、行けるかな、うん、車でね、行ける行ける、うん、行きますんで、はい、ぜひぜひそういうお声も聞かせてください。はい、じゃあ1回目のちょっとゲストは、はい、はじめさんでした。はい、パーカッション小林はじめでございました。ありがとうございました。ではどうもありがとう、待ってるね。適当にやって楽しい。はい、そういうことで。はい、よろしくお願いします。